これをやってしまうことでベンチが弱くなってしまうんですよ。一つ目、はい、はい、フォーストレップをやるな。以上、反抗期。こんにちは、パチョンナオトです。ウッシーです。ハボルチョ出身、ユッテルです。本日の動画は、ベンチプレスを弱くする行為ベスト 3! 弱くする、はい。だって強くするため、皆さん見ますよね。うん、はい。ってことは、弱くなりたくないじゃないですか。ない。実はね、弱くなる行為っていうのがあるんですよ。これ、また富士山に聞いてきました。おー、ありがとうございます。はい、ウッシーの師匠で、はい、理学療法士の先生である、富士山ですね。はい、はい、今回いろいろ聞いてきて僕もめっちゃ面白いなと思った。おお、これやってるトレーニースーパーいると思います。マジで、はい、そんな悪いっていう認識がないないやつってこと。あ、そうですね。だからやっぱりそのベンチプレスって観点で考えてるんで、はあはあ、これがボディメイクとかってなるとまたちょっと別かなっていう感じで書いてましたね。はあはあ、あくまで重量を伸ばすっていうこと。そうそうそう、はい、はい、はい、ということで早速やっていきましょう。はい、はい、まず一つ目、はい、はい、フォーストレップをやるな。追い込むやつですか。はい、久々にバズーカ岡田先生方式で言わせてもらいましたけど、いっぱいやってる人いますよ。はい、フォーストレップっていうのはいわゆるあれですよね、こう上がんなくなって一回ちょっと休んでまたやってみたいな、はい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 、この追い込みですよ。あ、おね、うん、うん、これをやってしまうことでベンチが弱くなってしまうんですよ。はい、これちょっと読ませてください。おい、はい、これの理由ですね、はい、フォーストレップは筋肥大には有効な側面があるかもしれませんが、はい、過剰な追い込みや筋損傷は筋力を低下させるため避けるべきです。あ、そう、確かに筋肥大には有効かもしれませんが、筋損傷や筋力低下っていうものがやっぱベンチの低下につながってしまうと。だから過剰な追い込みはやらない方がいいです。うん、じゃあもう筋肉痛きすぎて次の日動かないみたいなのはちょっと、うん、まあ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 ね。ただね、筋肥大には有効って書いてるんで、うん、まあだから時期分けによってはとにかく筋肥大を今させる時期なんだっていう時期分けで使う分には OK だけど、そうそう、じゃあ1週間後マックスやろうって決めた時にフォーストレップだっていうのは絶対やめた方がいいよっていうことだね、はい、トレーニング始めましたっていう人が、うん、いやフォーストレップはちょっと筋肥大はするかもしれないけどベンチ落ちちゃうんでってやっててもそれはちょっと違うんじゃないかなって思っちゃう。まず体を大きくしないとっていうのもあるんで、ね、まず追い込むことを覚えなさいよっていうことだからね、うん、そこは追い込めや、はい、不適切なコンテンツ。オッケー、フォーストレップ分かりました。はい、フォーストレップ分かりました、ね。2枚目のカードお願いします。2枚目のカード。はい。過剰な補助種目をやるな。あー、なんか似てますね、フォーストレップと。似てますよ。要はなんか追い込みすぎんなっていうことなんですかね、これ。そうですね。これに関しては、はい、過剰な刺激や過度な筋損傷は、うん、骨格筋の回復を阻害し、うん、神経疲労の蓄積や代謝ストレスの過負荷によって筋力低下を引き起こし、はあ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 、成長が期待できません。これやりすぎると逆に本当にボディメイクにもちょっと悪影響なのかなと思っちゃいますけどね。この要はちょっとオーバーワーク。そうですね、はい、でも補助種目7種目とかやるみたいな。そうそう、例えばこれだって今例で書いてるんですけど、はい、ベンチプレスやります、はい、インクラインベンチプレスやります、はい、インクラインダンベルベンチプレスやります、はい、デクラインベンチプレス、ケーブルフライみたいな感じで、もうすごい数やる。ほんとは胸の日のトレーニーみたいな感じだね。そうそうそう、うん、ここになんかフライがたくさん入ってきたりと、あ、うん、ね、まあ、あとセット数も関係すると思うんで、はい、もちろん3種目だからっつって1個の種目10セットとかやってたら、うん、それは過剰な追い込みですからね、うん、はい、じゃあ最後いきましょうか。はい、はい、じゃあ3つ目ですね。はい、潰れるな。おこれ潰れるという行為がベンチプレスを弱くすることにつながるんですよ。潰れるという行為がなぜダメなのかと説明していたのか気になりますね。はい、これちゃんとあります。はい、これがあります、はい、リフトの失敗は、まあ、リフトっていうのは上げることですね、はい、失敗は追い込むのと同様なくらい筋肉にマイナスな負荷を与えます。うん、マイナスな負荷。はい、例として5セットのベンチプレスで1セットでも潰れてしまうと毎回のセットで潰れるのと同様のダメージがあると言われていますということですね。前回のベンチの練習を思い出したわもう死んだもんな潰れてましたね。1セット目潰れたらもう2セット目3セット目なかったっすね、はい、まあまあまあ経験としてはありかもしれないけどそれをね、うん、毎回練習でやってたらダメだよね。そう、でもこれ面白くないですか。うん、5セットのベンチのうちで1個でも潰れると毎回のセットで潰れるのと同じぐらいのダメージが。うーん、そうなんですね。なんか成功の見込みが半分もないのにやるっていうのは、うん、もう良くないですよね本当に。でもね、みんなやりたくなっちゃうんですよ、うん、
せいぜい7割、8割くらいの見込みがある上でやりたいけどね、うん、今日は俺100キロ上げますって言ってきて、うん、95激重なのにやっぱ100キロやりたくなっちゃうんですよ、うん、まあまあまあね、そこで踏みとどまれないんだよね、うん、そこで潰れてしまうと、うん、もっと遠回りになってるかもよっていうね、うん、はい、ということでこの3枚のカード、はあ、こちらのカードを使ってしまうと、使うというか出てしまうと、はい、良くないですね、ベンチ力弱くなってしまいますね。全部頑張ってる感じするんですけどね、はい、うん、あ、いいこともあるんじゃないですか。フォーストレップなんて別に本当に筋肥大には効果的とは書いてたんで、はい、場面によってですよね、そうね、使い分けっすね、うん、使い分け、皆さん場面で使い分けてベンチプレス楽しんでもらえたらいいかなと思います。一緒に強くなりましょう。はい、ここで1個宣伝行かせてください。はい、8月20日に僕ら横浜でパワーリフティングの大会開催します。はい、はいはい、A7 Japan さんとのコラボの大会ですね。第2回の大会になります。はい、もちろん牛山さんゲストリフトで出ますので、他にも有名なゲストリフターの方たくさん出てくれます。はい、700キロ出します。出してください。はい、まあもちろん会場に僕らいるんで、はい、一緒に皆さんとこう触れ合う機会もたくさんあると思うので、まあ会場に来てくれた方たちとは写真撮ったりとかお話ししたりとかもできる場面たくさんあると思います。ぜひ当日会場に皆さんお越しください。お願いします。お願いします。チケットはリンクに貼っておきます。それでは皆様、良いパワーライフを。